やるとするか。今日はどんな感じだろう。5万1000がいるな。5万1000でも結構まあ割とどうだ。うわあ、危ねえ危ねえな、この野郎。あ、でもなんか今のところなんかそんなあれだな、重くはない感じがするけど、まあもしかしたら人がいっぱいいるところにあるかもしれないな。俺このマークなんか見たことあるんだよね。このなんかさ、有名なあれじゃないかなんか、あれだ、あれ、あの海外の YouTuber のあれだ、なんか結構有名なあのゲームの、俺があのチャンネル登録してる人のあれだよ、なんかマークみたいな。なんなのそれは一体。自分のなんかできんのかな、そう、なんかデザインっつうか。これなんなんだあいつらは。やっぱなんか遅いなってか、おすご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 、やば、いや、やめないやめない、俺はそこで、まあそこでやめておく。おふざけ、何これ急に。もう地獄の、もう地獄のなんか群れだよな、これなんかな。ちょっと近づかないでおこう、もう俺もちょっとあの、もう、いや、やだ、もうなんか俺も争いとかないんだよ、ほんとなんかもう急に来たかんね、急に来たぞマジでよ。どういうことなの一体。フィリピンコロナジャップってなんだ、なんかゴッドよくわかんねえな、なんか変な名前つけてるっつう、変な名前って言い方もあるかもしんないけど、なんかあまりちょっとそれはちょっとよくわかんねえな、なんかいいのか悪いのか、なんかすげえ飛ぶな、やっぱなんか重いな、なんかな、なんでちょっとなんかな、ちょっと時間帯変えてやったんだけどさ、時間帯変えてやってやで、なんでこんないっぱいってどんだけなんかハマってんねんって。俺も含めそうだけど俺じゃあまあじゃあ俺ちょっともうマイペースに行くわ、今日はちょっとマイペースに行って、まあそれでまあなんつうの、まあちょっと適当にやっていこうじゃないか。お、すげえでかいやつが、まあ観察だよね、観察、もうでかいやつの観察だよ、お前邪魔、なんでひっついてくんのこいつ、なんなの一体、何が目的なの、マジで教えてほしいんだけど、俺みたいなただの弱小のやつにさ、何も持ってねえのになんつうの俺にくっついてきやがって、何の目的があって俺に全く意味わかんない。これ何なんだこいつら、もうやめろお前、おふざけんなこいつ何なんだよマジでよ、これが人間かって言われたな、もうこのなんつうの人間の心理だよな。俺は別になんか今別になんかそんなにそこまで勝とうって言われはあんま持ってねえんで、そういう勝つマインドはなんかさ、もうそれがなんか急になんつうの、あんなこ、ああだころどうしてもしたら、なんか人をなんか陥れてなんかさ、見た、俺は多分初めてかもしんない、もしかしたら。初めてかもしんない、あの囲まれたの。あのぐる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 ってなんか、ぐるぐるぐる、ふざけんな、この。やばい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 、これはまずい。よし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 、なんかかわしたな。結構でもでかいやつがいるな。これ色で分からないんだけどね、これなんか1位がなって今緑でしょ、1位が緑だから、そのなんつうの、でかいやつはその緑っていう、もしかそういうなんかあれだったらいいんだけどさ、まあそういうあれではない可能性が高いな。じゃあ今回5万2000か、5万2000を見てみたいけどな、どんぐらいでかいんだろうな。だからそれがそういうのちょっと気になるわ、なんか。まあ地味にやらせてくれ。今日はちょっと地味にやらせてくれないか。よし、まあまあまあいいんじゃない ?108 だろ、俺もこれ、僕いいよ、もうここでなんか俺草むしりやってっから、邪魔すんじゃねえ、もう。俺とあの草むしりやってんだ、俺は。こっち来んじゃねえぞ。こっちに来んじゃねえぞ。俺は普通にあれで、俺は平和に過ごしてるだけなんだから。おお、ダッシュすんじゃねえ。俺はダッシュした記憶が全くそういう覚えはないんだからもう何が来るか分かんねえからな。だからこういうの、まあ、でもいや、俺みたいな考えやってる人もいると思うんだよ。俺のちま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 なんかさ、ちま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 なんつうのやるやつがいると思う。あ、でっけえでっけえでっけえ。こいつもなかなかでかいな。俺もだってあんなでもにでかくならんでしょ、だって最終的に頑張ればだって。そういうあれなんだよな。なんでこいつらなんかあれのすげえなんかもうガバガバくんのなんかも。でも結果的になんつうの、バッカルバカルバカルな。やっとんじゃお前は。だ結果的にこうなんつうの、もう最終的にこうちま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 やってれば、まあでかくなれるよ。まあすげえ遠回りになるよ、ね。遠回りになるか、まあ攻めるか守るかって感じだな。おやめろ、くんじゃねえ。俺に近づくんじゃねえ。俺は近づけたなんて言ってねえからな、俺は。俺は別になんつうの、でかくもなんともなんでもないんだから、俺は何者でもないんだから近づくんじゃねえって感じだよ、ほんと。よし、まあ、でっか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 、どこまでついてんのこれ、すげえな。張り付いてるやつはいらず、このなんか絶対この近くに、絶対なんかなんつうの狙うやつは。でもほんと知らない人って知らないんだよね。
知らない人でずっと知らないんだよな。だ昨日だかなんかやってる時もなんかあったもんな。ずっとなんかさ、もうなんかもう でっけえってかなんかもうランキング中の人もずっとなんかもう逆に大変だと思うんだけどな。大変だと思うけどな、それとも知らなかったって言われがあるからな。もうプロだよプロ。一回ちょっと見てみようかな、プロのなんつうの実力みたいな、そういう多分動画あるでしょきっと。多分ランキング入りしてるやつらのなんかその足取りみたいな、5万超えとかさ、下手したらもう10万とかあるかもしんないからな。そう10万とかあるかもしんないから、まあ、そういうやからをちょっとあれだな、やからのちょっと動き方をちょっと見てみてもいいのかもしんない。今日なんかすげえ地味にやってんな。もう人と接してないからね。でっけー、これすげえ、こういうの見れる、そうこういうの見れるの面白いよ。なんかこのでっかいの横、よすごくね、なんか上になんか並んでるな。こいつは何やってるみたい、争ってんのかな。ちょっとそれ見たいんだけど、ちょっと普通になんか純粋な興味で見てみたい。なんかどういう風になってるのか、あんまよろしくないんだけどな。囲まれるからまたなんか、またかっぐるぐる巻きにされてやられる可能性がある。まあ、それがちょっとあれだな。やばい。これ俺もしかしたらもう罠にはまってるかもしれない。もしかしたら。ちょっとついていってみようかな、ちょっと。若干ついていきたいなと思うけど、これ先頭がしかし見えねえな。どうなってんだろうね。これでもこれ端っこに来たんじゃねえか、俺だいぶ。端っこなのかな、あのなんか下の画面なんか俺だいぶなんか、右下のマップだと俺なんかすげえ上にいるんだけどさ。これ逆にこれ、危ない。マックスまでいったらどうなんだろうな。おー、なんかかれんだな、尻尾のやつがいいな。まあ、いっか、まあ、そんなあれだろ、まあ。そんな、なんつうの、積極的にまあ見る必要はないっつうか、まあ。見たいけど、俺の命の方が、まあ、俺の命の方が大事だからな。俺なんかさらに、壁か。壁だよね、これね。びっくりした。これ行ったらどうなんの、死ぬのかな。ちょっとやめとこう、ちょっと怖いから。なんか色が怖いもん、なんか。色が怖いから、ちょっと死ぬかもしんな、ね、い。いや、てか怖っ。俺、あれだと思ったら、普通になんか敵だと思った。敵っつうか、なんか。どんだけでけえんだよって思う。ちょっと焦るよね、タイムね、あれ。巨大な生物見ると、マジ焦るよ、ほんと。あー、すげえなんかあれだな。おー、まだでけえやつがいるな。これさっきのあれじゃねえのか、もしかしたら。長。お、すげえことなってる。おー、やめとこう。別のやつか、これ。この下のなんか赤いやつと。これまたこう、虹色のやつとは別のやつなんだ、きっとな。お、やばい。長。こう、すごいことなってる。え、ちょっとだけ欲しい。けど、まあ、ダメか。じゃあやめとくか。ちょっと目つけられたくねえもん。まあ、あのぐらいでかくなったら俺ぐらいなら、でも弱小とかも相手にしてないじゃん、もう。あんな取っても意味ねえ、みたいな。すごいことなってんな、ここ。今日のちょっと面白いな。こうやってちょっとなんつうの、このなんか、観察できるの面白いわ。あ、今なんか初めて見たかもしんねえ、ちゃんと。今なんか、ポッて出てきたよな。赤に光るやつがなんか。そういった瞬間初めて見たかもしんねえ。これいくらもらえんの、ちょっと待って。238。ちょっと見ねえんだよな、ちょっと俺のこの角度から。そんななんかでかい、そんなでかいポイントでもねえな。あれを取ったからといって。来んじゃねえぞ、マジでよ。ここら辺ちょっと危ねえな。この虹色のちょっと縄張りになってるわ。この縄張りちょっと危ないね。で、あのなんか変な、俺がずっと追っかけたやつが、まあ、右の方に行ったでしょ。右の方に行って、この上の方はまあちょっとあれだな。まあ、ちょっと危ないっていう感じだね。で、俺もだいぶなんかちょっとずつなんかでかくなってきたな。割と。お、これいいじゃん。このルートいいな。このルートいいぞ。もうずっとどんどんでかくなっていくから。おい。もう上とかやべえもんな、マジで。もう4校だもんな、マジで。やめて、来ないで。俺は争いを望んでいないんだ。だからこれに沿っていけばさ、こういうさ、たまになんか道ができてんじゃん、こうやって。だから今日もこういうの沿っていけば、あれだろうな、ある程度、まあ、いい感じになるんじゃないの。よくわかんないけど。よしよし、ちょっとこれに沿っていこうぜ。ちょっと得点はちょっと気にしないで。ビビビビビ、ざけんじゃねえ、この野郎。来るなっつってんだろ。なんなんだ、あの毛虫野郎、本当によ。俺は平和にやってるんだぞ。一切俺は戦闘の意思持ってないだろ、俺は。たまにああいうやつがいるから、本当なんかあれなんだよ。なんなんだよ、マジで、本当によ。俺のちょっと安全を脅かすんじゃねえぞ、本当に。俺はちょっと安全に言ってんだから、狙ってくんじゃねえからな、本当によ。お、でこ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 、これあれじゃね、俺がさっき見たやつかもしれん、もしかしたら。あえて、来ないで。平和を望もう。平和だ。僕たちは。平和を望んでるんだろ、そうだろ、だから来るなっつうの。いや、ここちょっとまずいな。ちょっとこのちょっと地域まずいぞ。ちょっと変なやつがいっぱいいる。
イカちゃん下に戻るわ。イカ下に戻れば、うえー、なんでここにいんだよ、こいつ。この間にもちょっと争いが行われてるんだな、きっとな。争いが行われてるけど、俺はちょっともう我関せず、なるべく我関せずの方向についていくわ、ちょっと。逆にこれどこまで行くのかって、そのちょっと気になるから、このちまちま、このちまちま戦法で。あ、でもちまちま戦法結構あれだな、地味に効いてるな。もうだって1000いくぞ、だって、得点。得点1000いく。俺がもう今までのシーンはあれだからな、もうなんか、なんつうむやみに突っ込んで、むやみに突っ込んで、なんかさ、俺も取れるみたいな、俺も得点取れるっつうか、その敵からなんかさ、取れる路線で行ったら、まあそこ、まあ、もうみんな考えること一緒なんだよな。もう考えること一緒なんだよ、大体なんか。だそれはちょっともう、あんまよろしくないっつうかも。だそれもう、その実力があればいいんだよな。で、やってもいいんだけど、やるのにその実力があればってことなんだよ。結局はそういうことなのかもしんな、ね、い。みんな考えることが一緒だとしても。だそれをガバッともぎ取れるんだったらまあいいんだけども、俺はちょっとその実力はねえな。ねえから俺はおとなしく待ちまじめると。でも結構今回あれだな。やっぱそんななんか争ってないせいもあるかもしんねえけど。まあすごいなんか割となんかまあ、そんな止まんないよね。お !1 位が死んだ。1位が死んだぞ。ちょっと待って。なんかすげえなんか重くなってる。重くなってるっつうことあれなのかな。多分死んだことによってなんかいっぱいなんかブワーって出たんだろうな、きっと。それのあれじゃね、きっと。まあそれ出たからもしかしたらちょっと動きが遅くなってるのかもしんねえ。俺最大おおなんかすげえなんかちょっと待ってあれだななんか遅くなってきた。あっデューなんだこいつなんだこいつなんだこいつめちゃくちゃ笑顔のやつがいた。笑顔の殺意を見やがった。もうサイコパスだよ完全に。もう完全にサイコパスだよどう考えても。勘弁してくれよ。もうおーおとなしくしてんだからな俺はな。おとなしくしてっからな。来んじゃねえぞマジでもう何俺がなんか一生懸命なんつうのちまちま集めるあれぞ最悪の強欲の塊だよ。まあこういうのが続くからあれだ人間不信になってくるんだろうな。なんでまた笑顔のやつがいるんだ。笑顔がちっちゃくなったぞ。笑顔がちっちゃくなってしまった。悲しいな。痛めつけられてその笑顔も消えてしまったのかもしれない。笑顔が消えてしまった青年だよ。おい来んじゃねえ。よしちょっとこいつ狙うわ。ちょっとそこでかいやつを狙っていこうわ。行くぞ。しゃ来んじゃねえ。来んじゃねえぞ。ちょっと俺はもうあれだからもうちょっと近場に。ちょっとくうーっとー性格悪いな。ね、性格悪くない？ね、何あれ？ね、性格悪すぎたけど、マジ何なのあれは一体。マジ最低だよな。まあ、俺もやったけど。やっぱやるからね、やられる覚悟もしなきゃいけないんだ。あなた覚悟をして生きていますかってな。やるってことはやられる覚悟もあるっていうことだよな、みたいな。ふざけんじゃなかったか。全く関係ねえやつが出しゃばってきやがってよ。俺は別に俺が狙ってるやつから殺されるんだったら、それは別にまあ、それはそれは構わないけど、全く関係ねえやつに殺されるのたまったもんじゃねえかな。なんなんだ、本当に。もう悪意の塊じゃねえか、ただの。うぃ。おーもらっていく。今のお前が悪いんだからな。勝手に突っ込んできたお前が悪いから。俺はただ俺はもう爆走しただけだから。時速120キロぐらいで爆走しただけなのに。来んじゃねえぞ。俺に近寄るんじゃねえ。俺に近寄りやがって、これいいな、なんか。ただ俺はこれ動かしてるだけだからな。おお、危ねえ、なんかあの浮いてるやつがあれに見えたのか。飛んでるのがあれに見えた。ドゥーちょ、待て、でっかでっかでっか、ちょっと見せて。これ、あ、俺はさっき追っかけたやつか、俺。俺はさっき追っかけたやつかもしんねえ。でっけえな、マジでよ。お、すごい、もう、ぐねぐねしてる。もう絡み合ってんじゃん、これ。おー、すごい。これ何この頭につけてんの。ちょ、見せて、お前の。お前その顔見せてくれ。だからこうもう回られたら無理なんだよ。ああいうふうになんかもう方向転換みたいなされたら。で、これで上に行ったらもうおしまいだろ。だからなんでさ、なんなのあなた方は一体。あなた方は一体何なわけ。教えてくれ。お、なんか下にいるぞ。お、下にもなんかいる。これがすげえ伝説のあれだな。ユニコーンお化けがいるぞ、このなんか真っ白でなんかさ。聖なる蛇がいる。お、濃いね、ここ。俺がだからなんかおとなしくやってると狙われるしさ、敵狙っても狙われるし、もうここはなんかほんと殺し合いなのかもしれない、ね、もしかしたらな。俺が勝手になんか死んでいけなかった。バカ野郎が。あ、でもこれで、
これで345でかいね。そう考えると敵を倒すのって、だこいつ倒してもらうと相当結構もらえるんだ。おい、来んじゃねえぞ。おめえら何なの言ったよ。俺と同じような規模しやがって。こんなところで小競り合いしてもどうしようもないだ。全くなんかとんでもねえからだな。おい、ずっとついてくんじゃねえ。狙ってんじゃないだろうな、まさかな。だからもうつかず離れちゃうのがずっと狙いやがってよ、まったく。だから俺も勝手になんか俺にぶつかってなんかアクセスなんて、もう事故だよ、なんかさ。事故で勝手に俺にぶつかってそれでやられたやつを、まあ、それをもらうんだったらもうそれはありだよ。他にも誰もいなければな。それも狙ってくるやついるからな、そうやってなんかな。それを狙ってくれなんかやからもいるから、それもちょっと油断できないんだよな。この顔がない。あ、顔があったか。もうすげえ、あのなんか。あの恐ろしいなんか。ああいうやつ、だからまあ事故怖いよね。俺みたいな感じで、そうやってなんかガーッて走ってるやつがいるから、それはそれで怖い。おーい、こうやってなんかなんつうの、通るやつがいるからさ、こうやって寝るやつがいるからさ、恐ろしいんだよな。おい、コロナ JP、なんでコロナ JP なんだ、お前。いや、なんどうやる、どういうなんかなんつうの、そういうさ、なんかさ、あ、でもなんかそういう単語なんか使ったらなんかなんつうのかな、なんかなんつうの、その YouTube の、 あのタイトルっていうか画面になんかなんつうの、この、これはなんかそれについてなんか話しておりますみたいな、そういうなんかなんつうの情報みたいなさ、なんかつくんだけど、どうなるんだろうな。ちょっと俺もちょっとやってみようじゃ、逆にちょっと。俺はそういう単語を発したことによって、多分なんかそういうなんかセンサーみたいなのあるんでしょ、きっとなんかわかんないけど。俺がその発した言葉みたいな、知らねえけど。だからそれをなんかなんつうの、まあまあ考えることしたら、これはもうダメだよ、ダメダメだよ。うい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 。もらっていくぞ。どうぞ。よし。じゃあもらっていってやろう。お前近づくんじゃねえ俺に。おい、やめろよ、やめろ。お前余計なよからぬこと考えんじゃねえ。よかなることを考えんじゃねえ、お前は。助けて、助けて、誰か助けて、助けて、助けて、誰か助けてくれ。ふざけんじゃねえこの野郎。おわ、なんだ俺、これ操作ミスがあるじゃねえか。俺の操作ミスによってもう全て終わるぞ。ふざけんなこの野郎。誰か、このよし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 、いけるか、いけるか、いけいけいけ、よし、バカ野郎が、ふざけんな。おい、くん、俺に近寄るんじゃねえ、あのクソ野郎が。で、あいつはなんか俺に勝ったとか思ってるかもしんねえけど、ふざけんじゃねえぞ。お前との接戦に俺が制したんだよ。バカ野郎、絶対嘘ねえ。うえぇ。これ気づいてないか、上のやつ。もし気づいてないかもしんねえ。またお前かよ。またおめえか、この。このなんか勢力が出来上がってんの、この野郎。おめえ、いい加減にしろ、ほんとによ。やっていいこと悪いことがあるっつってんだろ。1600、いつの間にか1600言ってる。すげえ。いつの間にかなんか言ってるな。おい、近づくな、俺に。近づくんじゃねえ。俺はお前と争うつもり。待って、またなんかこう、すごいことなってる。すごいことなってる。危ない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 。なんであいつがこっちに来てんだな、俺が行くところにさ。絶対近寄れねえからな。あのハゲジャピンが。ふざけんな、ほんとに。やっていいことと悪いことがあるって言うと何回も言ってんだろ、俺は。よし。ちょっと安全、ちょっと安全確保したな、ちょっとだいぶ。まあ、ちょっとでかくなってきたな。さあ、ちょっとこれで俺はまたちょっとあれだな。まあ、ちょっと危機はあれだな。出したから、まあいい。まあ、とりあえずいいんじゃないの。よくわかんねえけど。ああ、恐ろしいな、マジでよ。ついてくんじゃねえっつうの。なんでこんないっぱい来んの、なんか。やたらなんか来やがるな。狙ってんのか、俺狙われてんのか、もしかしてなんか。このクソ野郎どもによ。だんだんちょっと口調がちょっと荒くなってきたな、なんか。まあ、別にいいけど。まったく、とんでもねえ野郎だな、まったくよ。狙ってくんじゃねえ。俺はもう平和に、ほら、平和に生きてんだ。平和に生きてんだ、俺はよ。まあ、でも俺を囲もうとしても無駄だからな。もう、その長さじゃ俺を囲むことはできねえと思う。俺をぐるぐる巻きにしようだ。もうなんか、張り付いてくんじゃねえ、このレインボーロード野郎が。お前一緒だから、マリオと一緒にレインボーロードもやってないんだよ、お前、まったくよ。来んじゃないぞ。ここ端っこか、ちょっと端っこら辺行ってみるか、じゃあ。右端とか右の端らへんにちょっと 何があるのかっていう、そういう世界線を見てみたい、俺は。まあ、そんな重くないな、なんか。そんなに重くなってないっていうのがあれだな、俺の、まあ、その救いかもしれない。恐ろしすぎるから。もうすぐ2000いきそうじゃん。2000最高記録なんじゃね、もしかしたら。なんだかんだ、結構やってるな。もういるね。わけなあかんねえやつが。だ多分俺ぐらいの長さになればあれだろ、まあなんつうの、ちょっと長くなればさ、囲んでさ、敵ちょっと囲ってなんかなんつぐるぐる巻きにしてみたいな、なんか、まあやることもできるんだな、きっとな。あれ結構、あれプレッシャー半端ないな、なかなか。あれをなんかすげえ最大級のなんかデカさのやつに、なんか何万級のやつにやれたのも半端ないな。とんでもねえよ。
だがそうはいかない。だがそうはいかんぞ、俺は。そんな簡単にやられたまるもんですか。またニコちゃん野郎が来やがったな。おい、来んじゃねえぞ。おい、来るなって言ってんだ、まったく。おい、何へばりついてんだ、おめえは。よっ。おい。おい、なんだ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 、なんかで、あ、なんかあれだな。たまにちょっと重くなるな。あれでも1位消えたね。1位いつまでか消えてんじゃん。あのランキングの画面見てる瞬間ちょっとあれ、危ない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 。とんでもないな。あんまりなんかその画面に見とれてもしょうがないからな。俺が死ぬ可能性があるから。死ぬ可能性はできるだけちょっと回避しなきゃいけない俺は。もうなんかいっぱい嫌がんな、なんか。てな、こいつも長いな、ずいぶん。うぅぅくんじゃねえぞ、くんじゃねえぞ。狙われてるかもしれない。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫じゃねえかもしれない。大丈夫じゃねえかも。ちょっとここ危ない、危ない。ちょっと危ない。ちょっとあいつがちょっと逃げて、どっか行って、ちょっと。早くどっか行ってくれ。よし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 、くんなっつうの。なんで次から次へと。でけえな、こいつ。なかなかの高さ持ってる。ちょっとここ危ねえな。ちょっと危ねえやつがいっぱいやがる。平和にやらせてくれ、平和に。平和にやらせてくれ。こんな。よし、2000いった。2000いったぞ。ついに2000いったか。すげえ、ちまちまやってんな。まあ、一気に狙うんだったら、まあ、一気に攻めを、なんつうの、高得点やるんだったら、もう攻めるのが一番いいんだろうけどな。ランキング乗れないかな。乗れたら結構嬉しいけどね。いや、これ地味にやってる、いつか乗ると思うんだよな。地味にな。だ死ぬことはないでしょ、そんななんかすげえなんか、もう超地味にやってればっていう、まあ、事故があるからな。ちょっとこれ怖い。ちょっと逃げたい、ちょっと。ちょっと一旦ちょっと脱出するか。この人はちょっともうやばいな。ちょっと若干の激戦区みたいな。激戦区になると止まるからな。止まるし危ねえんだよ。よし。まあ、ここら辺ちょっとあれ割と安全だろ。だ結構これなんか勢力分かれてると思うんだよな。本当4校みたいな感じなんだけどさ。もう海軍本部とかな、そういうなんかあれっぽくなんかもう分かれてるっぽいんだよな、きっと。だこの人はちょっと危ねえもん。頂上戦争がちょっと行われてるかもしれない。だこういったちょっとちっちゃいやつでも俺はちょっと油断をせずに、まあ、何かしら恐ろしいことがあるかもしれないから、こういうさ、だこういうのちょっと狙っていけば、まあ、いいんじゃないの。ちょっとくん、バカじゃねえか、こいつ。なんなの。これが小回りを聞くあれなの。これが小回りのメリットか、この野郎。そっくんじゃねえ、この息じゃ狙ってやってやる。俺もじゃ狙ってやるよ、じゃあ。こんなちまちまやってねえでよ。ちまちまやってねえでもな。なんでせっかくなんかさ、いいとこ行ったのによ。だいぶショックだよ。だいぶショッキングだな。ほっ、ほっ。危ない、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 よこせよこせ。みんなよこせって言いながらやってんだろうな、きっとな。へばりつくんじゃねえぞ。みんなよこせって言いながら、まあそうやってなんかもう、ハイエナのごとくなんかもう群がってんだろうな、きっとな。そういうもんだな。今日結構俺ズームやってんな。また来たか。最低だよ、もう。クズ野郎しかいねえ、ほんとにもう。どいつもこいつも。俺をほっといてくれないかも。俺のことをほっといてくれ。だが、美味しいものは狙っていくと。結果、俺もクズだ、俺もクソ野郎だったって言われたな。だから俺はでもそんなやんないから、俺はそこまでなんつうの。まあ、今やろうと思ってないから。まあ、今やろうと、今そうやって敵をはめようと思ってないってのは、それはまあただの言い訳でしかないのかもしんない。俺もこのなんつうのも、もうこの戦場に参加してる以上、なんか俺もなんつうの、そんなこと言ったところでもどうしようもないんだから。多分ほとんどいないでしょ、だって。おそらくもうただ単純にここに、なんかちっちゃいままでいいから、もうずっとぐる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 、なんかもう適当になんかもう端っこでぐるぐる回りたいなんて、そういうやがらってのは、多分あんまいねえと思うんだよな。おそらくそのいないでしょ。もうそれはもう本当なんかすげえなんかもう、なかなかの確率だと思うんだよ、そういう人ってなんか。ういこれたまに止まるなんだろうな。ずっと押しっぱなしてんだけどさ。で、今なんか動けないし、なんか動けないとか、なんか加速できないしさ。
全然ねえじゃん。ちょっと待って。あ、これ自分のこと消費するんだ。初めて知った。加速はあれか、消耗すんのか。だからできないときあるんだ。なるほど。あ、そういうこと？なんかおかしいと思ったんだよな。そうか、じゃあそれをちょっとあれだな、対応できるわけじゃないんだな。ずっとじゃ使えるわけじゃないのか。なかなか難しいな。じゃあずっと使いまくったら、まあそれはそれでまあ消耗するから、まあ意味がないっつうか、そういうあれなんだな。難しいね、これね。このゲーム結構奥が深いな。奥が深いし、なかなか難しいもんがあるじゃないか。てていや、面白いね。なかなか面白いわ。これからちょっとだんだん、まあ、なんつうの、人が増えてくる時間帯な気がするんだよな、だんだんな。人が増えてくる時間帯な気もするから、ちょっとそこに関してはちょっとあれだな。なんとも言えんの、俺。難しいな。あ、またなんか1位がもういつの間にか切り替わってんじゃん。2位足すようになってるわ。2位足す。おお、ばば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 。なあ、ちょっと危ねえな、なんかあんま。今のこの状態だったら、まあ、なんつうの、敵にまあぐるぐるされる可能性があるから、例えばこういうやつな、このぐらいの規模のやつ、この上の今で通ってったやつ、あんぐらいだったらちょっと危ないからな。あ、こいつとかさ、こいつもちょっと、あ、こいつは大丈夫か。そこ危ねえな。おい。じゃあ、あと一回。もうちょっとこれラストにしよう。じゃあ、これちょっとラストにして、これをラストにして、俺はもうちょっともう去るとしよう。ちょっとだんだんちょっとあれだからな。だんだんちょっと人が増えてきた、増えてくる時間帯にも なると思うから、まあ、その前にちょっとうまく切り上げていこう。最大級のちょっと見てみたいけどな。最大級がどのぐらいでかいのかっていうのが、10万とか見てみたいけどね。どのぐらいになるのかっていう、それはすごく気になるけどな。それを自分の手でやってもいいんじゃないかっていう、まあ、それはちょっと、まあ、それもありかもしれないけど、まあ、時間がすげえかかりそうだな。でもこれ普通に歩いてる分にはあれだな、これ消耗しないでしょ。つまりこれどこに消耗するの、ちょっとダッシュしてみるわ。結構消耗するね、これね。ほんと、ここぞという時だな、使う時はもう。使うんだ、あれは。危ねえ。危ない。ちょっとこれ危ないな。狙われてる。ちょっとここ。よし。危ねえ、うまくかわしたな。他に人がいてくれてよかった。他に人がいなかったらちょっとやばかったかもしれない。おーい。しょうがねえな。